あ、電池がない。でもこのパソコン AC 電源なんですよね。少し前のパソコン、電源が AC 電源なんですよね。当然車には AC ついてない。ついてる車もありますけど、普通はついてないですね。この私の車、シガーソケットがついてるだけですね。ここに USB は取れるけど AC は取れない、まあ、取れないんですよね。こういうインバーターがあると嬉しいですね。今回提供を受けたユビスターのインバーター、こちら容量は 150W ですね。ノートパソコン程度だったら駆動可能ですね。あとこれ USB もついてる。あの車のシガーソケットって普通は1個だけ、まあ今はアクセサリーソケットっていうか、だから貴重なんですよね。当然この車も1個だけですよ。それ今 USB 用の端子が触ってるんですけど、まあこれを抜かないといけない。抜いても2個使いますね。 AC 電源1つと USB 2つ両方使いますね。そう、 AC アダプター挿す。あ、できました。パソコンの電源切れかかってたんですけど充電できますね。まだまだノートパソコン AC 電源式が多いんですよね。だからそういうパソコン使ってる人、そして車の中をあまりごちゃごちゃさせたくない人、そういう人のおすすめですね。もちろんこの状態でスマホとかの充電もできますよ。この AC アダプターは縦ですからいいですけど、横の場合 USB が使えない可能性がありますね。これが欠点です。あとこれだけちっちゃければこの車の小物入れの横に入りますね。コンパクトに収まりますね。あと使わないときはグローブボックスの中にも入ります。車の中をごちゃごちゃさせたくない人、そういう人に嬉しいですね。まあ、もちろん運転しながらも充電できますね。あのパソコン使っちゃいけないですよ。あの最近のスマホゲームと同じ状態になりますから。だから運転するときは充電だけにしてください。まあ、それでも十分ですからね。 AC 電源しかついてないノートパソコン、あと AC 電源しかついてない充電器、デジカメとかの充電器持ってるでしょ。そういう人におすすめです。 150W 手頃な大きさですね。